今回はリヴァイ使ってみたやります。でガチャ動画見てくださった人ならわかると思うんですけど、まあ、艦隊組めたんでこれやっていきます。で厳選も終わって同族過激3種、激種過激3種で線形過激3種で署名兵名同族加速名ね、なんで、まあ、ステータスガチガチね、なんでこれでやっていこうと思います。でアイテムだしね、今回はやっぱりモンストに選ばれしキャラってポーラーいけるんですよ。でタンポポはアイテムなしでいってるんですよね。もうモンストに選ばれしキャラヒットなんで、まあリヴァイもアイテムなしでできたら実質タンポポみたいな、そんな感じかな。ではこれでいきます。普通のこんな感じなんですけど、ステータスもう性能よりもステータスね、やっぱり HP が、 HP じゃない、攻撃力が過激前手と、あと今闇のアンテナのスポットとかもろもろ全乗せで5220になるんですよね。でそうなると、あーでハーレックスと同じ強さになるんですよ、攻撃力が。だからもう実質ハーレックスね。これで、はい、ここ殴ってで弱点キラーも持って実質木属性になれるし、で無属性耐性を持ってるから霧対策もできてる。いや蓬莱のために生まれてきたようなガキやね。で SS の追撃も直殴り倍率乗るんで、多分その辺やっぱりうまくいったらすごい強いんじゃないのかなみたいな。でこれで、はい、でこれで倒します。いやでアンチブロックもあるからすごい動きやすいよ。クソ、あとちょっと何にで超絶斬撃も、いやもうなんかつけすぎね、シリウスにもついたしリヴァイもついたし、なんかすごいなんか超絶斬撃なんか接待してる。これで殴っていって、で弱点キラーで私はリヴァイ足なんでこれでいきます。であとただ一個難点か、リヴァイの難点は素ブロックなんですよね。素でブロック持ってるからブロック利用した動きできないけど、多分これはあの嫌がらせというよりは多分飛行持ってるから、なんかそうなったのかな、きっと。まあ、立体起動装置、素浴びにつければ済む話なんですけど、はい、これ、左かな、多分、うまくいったら。右でした。ダメだ、ダメだ、今これ左ですねって言って、すごいかっこいいっていうコメント欄で、いや、神書みたいなこと言われようと思ったけど、全然ダメでした。うわー、これ、配置悪いな、どうしようかな、ここで抜けると、いや、よくないよね。多分、ここで抜けると、いや、よくないわ。ちょっとやめます。ちょっと、多分、4金抜けが一番いいのかな。で、飛行持ってるんで、まあ、これで回避できるね。はい、はい、はい。で、ここで、はい。おぉ、危ねえ。で、まあ、これでもう抜けられるね。これ横勘で置いときます。はい。あと、ブロック、素ブロックで持ってるから、ブロックの中に入っててもずれるのか。いや、これはちょっと難点だね。で、これ倒します。これでギリギリ多分貫通になって、はい、でブロックで倒しました。あ、そういえばブームスローなんでついたのかなと思ったけど、多分はこれね、あれね、雷槍を多分イメージしてんだろうね。あんまりリヴァイに雷槍のイメージ、まあ一応あるっちゃあるか。やべ、これちょっと角度的にあれかも。いや、これ角度的にあれかも。ちょっと待って、こういきます。はい、はい。で、これぐるっと回って、で、もう一回して、回。あぶね。靴なかったらやばかった。で、これでいきます。いや、超絶斬撃強すぎ。いや、これあれだな。ちゃんと処理しようかなと思ったけど、多分いらないね。はい。で、これで、はい、はい、はい。いや、実質機強すぎ。で、ここで抜けるなら、多分、あれだな。ここで抜けるとまたさっきのあれね、あれが起きるから、ちょっと待って、これ一旦置いときます。まあ、ここはここで置いといて、いやー、やめちゃったやめます。これで置いといて、はい。で、次、一手でぷよ処理しないといけないんで、多分4ピースタートがすごいいいんじゃないのかな。頼みます。左弱点、真ん中でもいい、右でもいい。頼む。よし。これで、でこれで剣拾って横貫して、はい。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 あれ、いや、まあ、これ、ギリ1ピでなんとかなんでしょう。でリヴァイ神じゃないんでキラー乗らないんですよね。いや、これすごいありがたいわ。はい。で SS もこれ直殴り倍率乗る SS なんで、多分蓬莱で直殴り倍率乗ったらすごい強いんじゃないのかな、多分。だからこれで、あとは、はい、これで、はい、はい。でもどんくらい削れるんだろうね。いや、キリトさんで間に合ってますみたいなことも多分言う人いそうだから、ダメを耐えやすくしてるし、いや、蓬莱で使うならやっぱキリトさかなみたいな、そんな感じの人もいそうだから、まあやっぱりキリトとのちょっとさ、ああ、そうだ、危ね。
か。これちょっとあれだな、こっちから行かないと角度的になんか失敗そうな気がする。はい、これで行きます。でキリトも最近なんか SS で追撃で直殴り乗ってすごいみたいになったし、なんか最近はやっぱコラボに一体最低一体はなんかこういうなんかゲージ飛ばしできる、なんかワンパンできるキャラ追加するなんか流れが来てるのかな。でこれで、でもやっぱり引くべきキャラ、まあいろんな YouTuber さんが引くべきキャラって何ですかみたいな、これは引くべきですかみたいな感じの動画ってたまに出すじゃないですか。やっぱりこういうあのゲージ飛ばしできるキャラは、まあ、使うかどうかは置いといて、やっぱ裏攻略みたいな、あの運母発動してなんやかんやするみたいな時に結構役に立つことあるんで、まあ、そういう時に役に立つことあるんで、オーバーホールも確かグレイがあったんですよね。なんかワンパンやってどうのこうのみたいな。これは、はい、でこれで下から上行ってここでもうグレイもなんかオーバーホールであったもんね。なんかその運母発動して、なんだったっけ、7手だったか4手だったか5手だったかでクリアするみたいな、なんかそんな感じの動画あったから、いややべ倒せねえっていうか殴り強い。いやもうこれあれだな、バハムート気にしてたけど倒す必要ないね。いやもうここらあれじゃない、運母発運母じゃない、これ2段階目の SS 連打するだけで終わるんじゃないの。はい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 、で倒します。で、あと一巡したら2段階目打てるから、多分2段階目SS連打で終わるでしょ。で、ワンパンも多分結構できると思うんですよ。イデアとかビーラでやってるのは見たことある、ツイッターで。で、これで倒します。で、これで、下か。下倒しての、これ倒しての、はい。で、ボス1で2段階目打って、どれぐらい出るのかちょっと見たいね。そしたらこれは、まあさすがに倒さないでしょ。いや、これさすがに倒したらやばいよ。はい。やっぱさすがリヴァイね、倒さないわ。で、これ次倒して、いや、でもあれだな、これよくよく考えたら、ここで撃ってもいいもんね。薄くいって、ちょっと、あの、火力見ます。どれぐらい1段階目で出るか。薄く上に行って、はい。で、ゲージ切らないと多分 SS の追撃乗らないよね、これ。やべ、頼む！弱点殴らんない！お、すごいいい感じ。で、最初飛ぶとき、これ敵の中心がこうやって飛ぶんで、多分弱点目の前とか、まあ、通り際に行くとすごい。一段階目ね。一段階目なんですけど。いや、これやっぱね、使ってみた、見たときも思ったけど、遅延の意味全くなしてないよね。いや、遅延の効果なくして、あれだな、いや、もっと火力上げてもよかったんじゃないのレベル。いや、これは、ちょっと待って。これ、このまま行くと、100パック削るから、2回殴るぐらいでいいかな。2回殴って抜けます。で、これで、はい。よし、これでいい感じの追撃。で、これで、通ります。どうだろう？おぉ、3000。いや、3100だったら確実にこれ、ラスゲいってるね。どうだろう、これ。残り HP 次第とか怒りバイリスとか紋章つけたらワンパンいけるかな。どれぐらい残ってる。あー、まあこんなもんね。そしたら、まあ、最初に触れた敵なんで、これあれね、で例えば確か記憶が確かなら、例えばこれ最初に触れた敵、まあ、絶対にボス殴れるわけじゃないですか。確か最初に触れた敵がこうやって倒せる敵だった時、確かその時はあれだったんですよね、あの近い敵、止まった時の近い敵に攻撃する仕様だったはず、多分。なんで、ちょっとそれや、うわ、ここでリヴァイの自強化を考えて、蓬莱に止まる。いや、このスーパーテクを見せて、終わるか。はい。はい、で、確か近い敵だから、左に行く。おお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 ー、いや、よかった。なんか、余波で倒してくれたね、これで。まあ、これ横勘でいいね。多分これでもちゃんとボス狙ってくれるはずなんで、全部対戦やんやんやんで。で、これで HP が、まあ、こうやってゼロになるけど、いや、いけるね、原作再現。見ててくれよ、草葉さん。はい。いや、ちゃんとボス狙うね。で、追撃して、はい。いや、これは、
いや、なかなか、いや、リヴァイのおかげで勝てましたみたいな。もう、キリトとはバイバイみたいな。いや、そんな200年後に会いましょうみたいな。そんな感じの、あれなんですよね、200年後のキリトへみたいな。そんな感じね。じゃあ、これで終わります。ごきげんよう。